優先推し活リクエストでナンバーアンダーラインアイ、INZM が1位。金メダルスパーク新曲 MV のここがすごい。海外の反応も。ウィークリーランキング結果発表。優先推し活リクエスト推し陸第22回、ウィークリーランキング結果発表。ナンバーアンダーラインアイ、INZM が1位。上位ランクイン楽曲は、地中店内で配信。 推し活の新たなプラットフォーム、優先推し活リクエスト。第22回優先推し活リクエストウィークリーランキングナンバーアンダーライン愛の INZM が1位を獲得。株式会社 UNEXT ホールディングスのグループ会社である株式会社優先が運営する優先音楽配信サービスにおいて、誰でも参加できる楽曲投票サービス、優先推し活リクエスト以下、おしリクにおける楽曲リクエスト。 投票をもとに2024年8月21日、水曜日より集計した、優先推し活リクエストランキングの第22回、ウィークリーランキングを発表。8月31日、土曜日よりウィークリーランキング番組の配信が開始となる。楽曲リクエストを専用ウェブサイト上にて受け付ける、おしりくの投票は毎日集計され、ウィークリーランキング上位、1位20位の楽曲は、優先音楽配信サービスの 優先をしつリクエストランキングチャンネルにて全国の町中や店内で放送される流行に敏感な若年層をはじめとした多くの方々に投票参加いただき推し活好きなアーティストのグッズ購入イベント参加などで応援する活動の新たなプラットフォームとして楽しんでいただいている第22回優先推し活リクエストウィークリーランキングは No.1 の INZM が1位を獲得 第22回優先推し活リクエストウィークリーランキングはナンンバーアンダーライン i 外の i n z m が1位を獲得した。デビュー曲 g o ト t をはじめ、平野翔プロデュース楽曲、ボン・ジングジ・ユタプロデュースのアルバムリードトラック INZM など全13曲、初回生産限定版全14曲、通常版を収録した待望の初フルアルバム n o 1ナンバー1のリリースが2024年9月23日、月曜日に控えている中、 ロックインジャパンフェスティバル2024サマーソニック2024など今回開催のフェスに出演し、精力的な活動を行っているナンバーアンダーラインアイ。今回1位となった INZM の MV はすでに2800万の再生回数を超える相変わらずの注目度を誇っている。なお、全編海外で撮影された本 MV は、ゲームの中の世界とリアルな世界を行き来し、オリエンタルで SF 満載な作品となっており、 世界中のファンに向けて自信最大の12か国語の字幕に対応していることも話題となっている。今回選ばれたウィークリーランキング上位20位までの楽曲プラス21位から55位までの楽曲は8月31日土曜日より優先推し活リクエストランキングチャンネルにて配信される。引き続き推し活の新たなプラットフォームとして優先推し活リクエストをぜひ楽しんで参加してほしい。 音楽シーンに新たな旋風を巻き起こしているボーイズグループ、ナンバーアンダーラインアイ彼らの勢いはとどまるところを知らず、先日発表された、優先推し活リクエストウィークリーランキングでも、最新曲、INZM が見事1位を獲得しました。デビュー曲、ゴートの衝撃的な登場から、平野翔さんプロデュースの、ボン、そして神宮寺雄太さんプロデュースによる今回の、INZM と、 リリースする楽曲が立て続けに話題を呼び、ファンならずとも目が離せない存在となっています。INZM の魅力は、なんといってもそのエキゾチックで近未来的な世界観。ミュージックビデオは全編海外ロケを観光し、ゲームの世界と現実を行き来するような、オリエンタルで SF 要素満載の作品に仕上がっています。再生回数はすでに2800万回を超え、世界中のファンを魅了していることからも、 その注目度の高さがうかがえます。さらに驚くべきは、12カ国語の字幕に対応しているという点。これはナンバーアンダーライン愛の目指す、世界基準を体現するものであり、彼らの並々ならぬ覚悟が感じられます。9月23日には待望の初フルアルバム、NO1 のリリースも決定し、ますます勢いに乗るナンバーアンダーライン愛。今回のアルバムには、INZM を含む全十三曲。 初回生産限定版、全14曲、通常版が収録され、すでにファンの間では期待の声が高まっています。さらに、夏フェスシーズンには、ロックインジャパンフェスティバル2024や、サマーソニック2024といった大型フェスにも出演し、圧巻のパフォーマンスで観客を沸かせました。彼らの勢いは、まさに止まることを知りません。今回のランキング結果を受け、 メンバーの喜びの声も届いています。いつも応援してくださる皆さんのおかげで、1位を獲得することができました。本当にありがとうございます。と、感謝の気持ちを述べています。INZM は、有線の音楽配信サービス、有線推し活リクエストランキング、チャンネルで聞くことができます。街中やお店など、様々な場所で彼らの楽曲が流れ、ファンとの距離をさらに縮めています。 推し活リクエストは、誰でも参加できる楽曲投票サービス。毎日集計され、ウィークリーランキング上位、1位、20位の楽曲が、全国各地でオンエアされます。まさにファン参加型の企画と言えるでしょう。今後もナンバーアンダーライン愛は、その圧倒的なパフォーマンス力と世界基準の音楽性で、私たちを魅了してくれることでしょう。彼らの挑戦は、まだまだ始まったばかりです。 とここまでは一般的な音楽情報サイトに掲載されているような記事スタイルですが、いかがでしょうかもちろん、このままでも悪くはありません。しかし、せっかくならもっと深く掘り下げて、彼女たちの魅力を余すことなく伝えたいと思いませんか例えば、INZM の MV について。ただ、再生回数がすごいと伝えるだけでなく、その映像美や世界観を、 より具体的に表現ししてみましょう例えば、砂漠を舞台にしたシーンの壮大さ、オリエンタルな衣装の美しさ、CG を駆使した近未来的な演出など、読者の五感を刺激するような描写を心がけたいですね。また、世界基準というキーワードにも触れてみましょう。12カ国語の字幕対応は、まさにその表れですが、他にも彼らの音楽性やパフォーマンス、活動スタイルなどから、 世界基準をを感じさせるる要素を具体的に上げることができます例えば、楽曲のクオリティの高さ、海外の有名プロデューサーとのコラボレーション、世界中のファンを意識した SNS での発信など、これらを具体的に示すことで、彼らの目指す方向性や、その先にある未来を、より鮮明にイメージさせることができるはずです。そして何より大切なのは、あなたの思いです。 ナンバーアンダーライン愛の魅力を誰よりも深く理解し共感しているあなただからこそ伝えられることがあるはずです。彼らのパフォーマンスを見て曲を聴いて何を感じましたか彼らのどんなところに心を揺さぶられましたかあなたのその熱い思いをありのままに言葉に乗せてみてください。好きという気持ちはどんな言葉よりも雄弁に相手に伝わります。あなたの熱い思いが きっとと多くの人の人心を動かすことでしょう興奮必至。優先推し活リクエスト最新ランキング発表。なんとナンバーアンダーライン愛の INZM が1位に輝きました。今回はウィークリーランキング結果を詳しく解説。なぜ INZM がこんなにも人気なのか。MV の魅力からファンの熱い反応まで徹底解剖。さらに、 9月23日リリースの待望の初フルアルバム、ノー1位についても最新情報をお届け。話題沸騰中。ナンバーアンダーライン愛、INZM が優先をし活リクエストで1位を獲得。デビュー曲、g o t から、ボン、そして最新曲、INZM まで、快進撃を続ける彼らの魅力とは、